ビアンカ・カペットは、トスカーナ大公フランチェスコ一世で、メディチの二度目の日。ベネツィアの裕福な貴族であるカペット家出身で、美女の誉れ高かった。15歳で、銀行家サルビアアーティ家に仕えるピエトロ・ボナベンチュリという、フィレンツェ人と恋仲になり、1563年11月に、駆け落ちして結婚、フィレンツェで、ピエトロの長女、ペレグリーナを生んだ。ベネツィア政府は、 実家を出奔したビアンカを連れ戻して逮捕しようと、あらゆる努力を重ねたが、トスカーナ大公孤児も一世が、ビアンカの味方をし、ベネツィア政府を妨害した。しかし、フィレンツェでの生活は、必ずしも幸せなものではなかった。そのうち彼女は、危険で節操がないと評判の大公を対し、フランチェスコに見染められた。フランチェスコには身分が高く魅力的な日。 ジョバンナがありながら、彼はビアンカを誘惑し、宝石、金といった、あらゆる贈り物を貢いだ。また、ビアンカの夫、ピエトロも宮廷に雇われる。お人よしだったと言われる彼も次第に、宮廷の未明麗しい貴婦人たちとの常時に、溺れるようになった。1572年、彼はいくつかの女絡みの血和喧嘩に巻き込まれた末、フィレンツェの路上で殺された。ビアンカとフランチェスコが、 ピエトロを消すよう暗躍したと囁かれた。1574年に、コジモ大公が死に、フランチェスコが大公となると、彼は、晴れて堂々とビアンカをそば近くに置き、非、ジョバンナに、それを当てつけて、ビアンカへの長愛がジョバンナよりも勝ることを見せつけた。ジョバンナが運がフィリッポ大公使が幼くして1582年に、亡くなると、男子のいない、 フランチェスコのために自分が男の子を産みたいとビアンカは絶望した。次期大公の母になれなければ自身の地位がいかに脆いものか彼女は知っていたのである。1578年にジョバンナが死ぬとわずか2ヶ月後にフランチェスコはビアンカと正式に結婚し、このことは1579年6月10日に公にされた。ベネツヤ政府はビアンカの存在が トスカーナ大公国との良好な関係を保つために重要であることを認識し、今までの憤りをひとまず収め、公的に大公の再婚を祝福した。しかし小宝はビアンカになかなか授からず、彼女は夫が自分より先に死ねば、メディチケ、特に彼女を激しく嫌うフェルディナンドスーキ教が自分を邪魔者にすることを知っており、彼を泣き物にすることを考えたという。 ところが、1587年10月に、ポッチアカイアーノにある別荘でビアンカとフランチェスコは相次いで急死してしまった。長い間、歴史家たちの間で死因が毒殺か、マラリアに感染したための病死か、意見が割れてきた。一時非疎中毒説が有力になったが、少なくともフランチェスコに関してはマラリアが死因とする報告が2010年に発表された。 彼女の遺体はフェルディナンドによって、フランチェスコとは別の場所に葬られ行方不明になって、今日に至っている。AB は核は1994、ピアニッシも391から415。ありがとうございます。